間食堂へようこそ。当店では私たちが普段何気なく使っている言葉の本来の意味をご提供しております。本日おすすめするメニューはこちら、気が置けない。カラさん、あれお客さんだったの？うん、下の階の山田さんがね、見えてたの。あー、山田さんって前にリンゴを裾分けしてくれた方？そうそう、気が置けない人でね、たまにおしゃべりしてるの。お母さん、そんな人と親しくして大変じゃないの？そんな人ってすごくいい人なのよ。え？だって今気が置けない人って言ってたじゃない。え？あんた何言ってんの？気が置けない人なんでしょ？そうよ。気が置けないとは本来、相手に気配りや遠慮をしなくてはならないことという意味でしょうか。それとも相手に気配りや遠慮をしなくてよいことという意味でしょうか。気が置けないとは本来、相手に気配りや遠慮をしなくてよいことという意味です。平成18年度と24年度の国語に関する世論調査では、2回とも相手に気配りや遠慮をしなくてはならないことと回答した人が半数近くいて、本来の意味を選んだ人よりも多くなっています。これは気が置けないと対になる気が置けるという言葉があまり使われなくなっていることも影響していると考えられます。この気が置けるは気が許せないという意味です。ですからそれを打ち消した形の気が置けないは気が許せるという意味になります。ただないを伴った置けないという言葉は、信用が置けない、信頼が置けないなどのように否定的な意味で使われることが多いので、気が置けないも同様に否定的な意味合いであると考えられ、本来とは反対の意味に理解する人が多くなっているのかもしれません。気が置けない、その本来の意味は相手に気配りや遠慮をしなくてよいことです。お聞きになったの？聞きましたわ。遊びにいらっしゃいな。お母さん、気が置けない人なんかと仲良くしておかしいわ。